今日記を書いています。はじめまして。はじめまして。ティム・クックです。どうぞよろしく。荻山です。どうぞよろしく。はじめまして。はじめまして。ティム・クックです。どうぞよろしく。荻山です。どうぞよろしく。どうも。今、日記を書いています。My favorite time of the week is the weekend. 週末。今日は新聞を読んで、コーヒーを飲んで、音楽を聴いて、それから買い物に行って、あ、週末はいいですね。皆さんは週末に何をしますか？じゃあ行ってきます。あ、お父さん、どこに行くの？今日はカントリークラブに行って山田さんとゴルフをするんだ。あ、そう。行ってらっしゃい。私は今日デパートに行って買い物をして映画を見る。あら、美佐子、ん？どこ行くの？デパートに行って買い物。え？デパート？ダメよ。ほら、この部屋見て。はあ、汚いわね。掃除をして、それからデパートに行ってね。え？掃除？あ、皆さん、こんにちは。こんにちは。はあ、週末はいいですね。仕事をしません。忙しくないです。私は週末朝9時に起きて夜12時に寝ます。スーズンさんは週末何時に起きて何時に寝ますか？6時起きて。あ、6時に。6時に起きて10時に寝ます。あ、週末ですか？はい。あ、そうですか。週末6時に起きて10時に寝ます。それはいいですね。じゃあ、スーズンさん、他の人にも聞いてください。うん、シーバさん。はい。週末何時に起きて何時に寝ますか？10時に起きて11時半に寝ます。おお、10時に起きて11時半に寝ます。皆さん、週末は楽しいですか？はい、楽しいです。そうですね。皆さんは週末に何をしますか？私は家でリラックスします。はあ、じゃあこの人は週末に何をしますか？キース君、どうぞ。ゴルフをします。はい、ゴルフをします。ああ、スポーツはいいですね。じゃあ、バシベさん、この大学生は週末に何をしますか？アルバイトをします。はい、アルバイトをします。この人は、この人は、あ、友達に。スーズンさん、何をしますか？
会います。はい、会います。友達に会います。こんにちは。こんにちは。私も今日友達に会います。何時でしたっけ？パルズン君、わかりますか？はい、わかります。何時に友達に会いますか？12時に会います。ああ、そうですね。私は今日12時に友達に会います。ケイス君も週末に友達に会いますか？うん、はい、会います。ああ、そうですか。私は今日12時に友達に会います。それからレストランに行きます。それからレストランで昼ご飯を食べます。私は今日12時に友達に会って、レストランに行って、そこで昼ご飯を食べます。じゃあ皆さんは週末に何をしますか？じゃあパルソン君教えてください。宿題をしてテニスをしてデートをします。おお、宿題をしてテニスをしてデートをしますか。じゃあ次はバシバさんお願いします。勉強して仕事をします。何？仕事、仕事。仕事？それは仕事じゃないですよ。それは掃除。あ、掃除をします。ああ、勉強をして掃除をします。週末は楽しいですね。じゃあ、美佐子さんの週末はどうでしたか？覚えていますか？どこ行くの？デパートに行って買い物。え、デパート？ダメよ。ほら、この部屋見て。はあ、汚いわね。掃除をして、それからデパートに行ってね。え、掃除？あ、そうでしたね。美佐子さん、掃除は終わりましたか？ああ、終わった。じゃあ、デパートに行きましょう。美佐子。ん？八百屋に行って、レタス一つとトマト3つ買ってきて。レタスとトマト？やいよ。私、今からデパートに行くのよ。ねえ、お願い。今日お母さん忙しいのよ。はい、これ。お金。もう、じゃあ行ってきます。行ってらっしゃい。行ってきます。行ってらっしゃい。Those are two more ways to say goodbye. In Japan, when you leave the house, you don't say sayonara or じゃあまた。もう、じゃあ行ってきます。行ってらっしゃい。行ってきます。行って is the te form of 行きます。So 行ってきます literally means I'm going and I'm coming. In other words, I'll be back. If you're the person going, 行ってきます. That's how you say bye at your house. But as you leave, your family says, 行ってらっしゃい. Does that sound like いらっしゃい? That's what it is. 行ってand いらっしゃい. Go and welcome. Something like, we'll welcome your return. 行ってらっしゃい.And when you do come back home, what do you say? 覚えてますか？ただいま。はい、ただいま。And what would your family answer? 覚えてますか？おかえり。はい、おかえり。Or おかえりなさい。ただいま。おかえり。はい、これ。ありがとう。じゃあ私はデパートに行ってくるわ。あ、ちょっと待って。え、何？美佐子、明日英語のテストがあるわよね。勉強した？え、勉強？
まだ。じゃあ勉強をして、それからデパートに行ってね。11月18日日曜日、晴れ。今日は何もしませんでした。美佐子さんの週末をもう一度一緒に見ましょう。スーズンさん、ミサコさんは何をしていますか？日記を書いています。あ、日記。日記を書いています。はい、日記を書いていますね。今日は何もしませんでした。何もは英語で nothing と none と言います。何も。Notice the Japanese double negative.何もand しません。So literally, this says, I didn't do nothing today, which isn't good English. I didn't do anything today. 今日は何もしませんでした。何も、none、何か、some。バシバさん、週末に何かスポーツをしますか？いいえ、何もしません。何もしませんか。何か、何も。How about somebody? How do you say that in Japanese? わかりますか？誰か。はい、そうです。誰か。In Japanese, something is 何か。Nothing is 何も。Somebody is 誰か。And nobody is? 誰も。はい、誰も。誰か週末にアルバイトをしますか？いいえ。誰も週末にアルバイトをしませんね。私も週末に全然仕事をしません。週末はいいですね。じゃあ今日は終わりです。さようなら。漢字の時間です。Today's kanji are the kanji for now and the kanji for I or me. The kanji for now comes from a picture of a cup over a rock. Now you see it, now you don't.In ancient China, the cup and the rock were written like this. In its current form, you can still see the cup, but the rock is less apparent. This kanji is pronounced ima. The kanji for I, or me, comes from a stalk of rice, the Asian staple of life, and from a grabbing arm, as if to say, I am grabbing this rice for me.In ancient China, it was written this way, and it meant private. But Japanese extended that meaning to include I or me. Watashi. It's my rice. じゃあ、今日も一緒に漢字を読みましょう。今日はスーズンさんが漢字を読みます。スーズンさん、お願いします。はい。はい。じゃあ、どうぞ。私。はい、私。じゃあ、次、どうぞ。今。はい、今。じゃあ、どうぞ。私は今、大学3年生です。はい、私は今、大学3年生です。じゃあ、次。
どうぞ。今何をしてますか。していますか。していますか。今何をしていますか。え、私？今日記を書いています。じゃあこれどうぞ。11月18日日曜日は晴れ晴れ。はい、そうです。11月18日日曜日晴れ。それからこの漢字を見てください。Look at this combination. The first kanji means now, and the second kanji means day. But next to each other, it's all one Japanese word. Can you guess what it is? Kyo? はい、そうです。今日。この漢字は今日と読みます。じゃあ、これを読んでください。今日はとてもいい天気でした。今日はとてもいい天気でした。じゃあ次も読んでください。でも今日何もしませんでした。はい、でも今日何もしませんでした。スーズンさんも日記を書きますか。いえ、日記を聞きません。あ、日記を聞きませんか、書きませんか。日記を書きません。ああ、日記を書きませんか。皆さん、これから毎日日本語で日記を書いてくださいね。スーズンさん、よくできました。さよなら。先生、we've learned how to connect sentences into one sentence. But is there a limit to how many sentences you can string together? Not at all. You just have to make sure you say the sentences in the order that you do them.If you do that, you could keep going and going. You try. Gakko ni ite, benkyo o shite, hiru gohan o tabete, tomodachi to hanashite, kurabu ni ite, uchi ni kaerimasu.はい、よくできました。文法博士の文法ポイントでした。みそこ遅いな。もうすぐ帰りますよ。ただいま。あ、みさこが帰ってきましたよ。おかえり。おかえりなさい。あ、お父さん、今日早いわね。うん、仕事が早く終わったんだ。じゃあ、ご飯にしましょう。ああ、もうペコペコ。いただきます。いただきます。6時半。美咲は毎日遅いのか。クラブに入ってるのよ。へえ、何のクラブ。テニス部よ。へえ、テニス部に入ってるのか。学校は何時に始まるんだ。学校は8時半に始まって3時半に終わるわ。へえ、それから。それからテニスをして家に帰る。それから。それから、宿題をしてテストの勉強をして寝るわ。へえ。ごちそうさまでした。じゃあ私は部屋に行って勉強するわ。毎日どれくらい勉強するんだ。2時間ぐらい。へえ、そうか。じゃあおやすみなさい。あ、おやすみ。頑張って。そうそう。え、勉強？ううん、しないわよ。今から雑誌を読んで。
テレビを見て、10時からラジオを聞いて、11時に寝るわ。じゃあね。じゃあこれを見てください。どれがカタカナですか？ Here's some jumbled up hiragana and katakana. Take your pen and underline just the katakana. どうぞ。け。け。はい。か。はい。か。あ。あ。はい。いい。はい、そうです。じゃあ、これは Try the same thing. え。はい。こ。こ。が。が。はい。き。き。はい。ぎ、はい、お、はい、そうです。じゃあもう一度どうぞ。ぐ、ぐ、はい、ご、ご、はい、う、はい、か、はい、あ、はい、そうです。次はこれです。どうぞ。げっこ、げっこ、はい、そうです。げっこ、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 げっこ。じゃあ Who says げっこ、げっこ？ This does. Sound of a frog. げっこ、げっこ。じゃあこれは、どうぞ。ガガ、はい、ガガ。じゃあ次どうぞ。グーグー、はい、グーグー。 Sound of sleeping. グーグー。 Today on Irasshai, we learned how to relate what you do over the weekend. Toshiba-san, はい、週末何時に起きて何時に寝ますか？10時に起きて11時半に寝ます。おー、10時に起きて11時半に寝ます。宿題をしてテニスをしてデートをします。おー、宿題をしてテニスをしてデートをしますか。パルスン君、わかりますか？はい、わかります。何時に友達に会いますか？12時に会います。ああ、そうですね。私は今日12時に友達に会います。ティース君も週末に友達に会いますか？はい、会います。あ、そうですか。私は今日デパートに行って買い物をして映画を見る。美佐子、明日英語のテストがあるわよね。勉強した？え、勉強？まだ。じゃあ勉強をしてそれからデパートに行ってね。11月18日日曜日、晴れ。今日は何もしませんでした。
Well, we've talked about all kinds of things you can do on the weekend. 週末に音楽を聴いて、新聞を読んで、買い物に行きます。皆さんは週末に何をしますか？じゃあ、今から私と荻山さんは日記を書きます。皆さん、さようなら。Ha ha ha ha!